はい、どうもトマです。今日はですね、3月後半の購入品漫画の紹介となります。サクッとね、紹介していくんで、ぜひねチャンネル登録、いいねよろしくお願いいたします。まずこちら、ドン、かすみ草の漫画家志望たち、こちら3巻でございます。この漫画はですね、かすみ草と呼ばれる格安シェアハウスがございまして、将来ね漫画家を目指す若者たちが集まっているんですけども、かすみ草に住んでる住人がね、まあ互いに騙し合っていくっていう漫画になっていて、誰がね誰を騙してるのかとか、そういう感じですごくね楽しめる漫画ですね。まだね3巻しか出ていないんですけども、結構ね1巻1巻出るたんびに結構衝撃的な展開になっていったりとねしているんで、ますます4巻もね目が離せない作品となっております。はい、今度こちらでございます。ドン、コードノストラ4巻ですね。こちら4巻で打ち切りでございます。はい、残念ですね。ピエン、もう言うことはありません。はい、今度こちらでございます。ドン、ブルーロック23巻でございます。いやー、この巻はね、潔がやばかった。潔がね覚醒した巻ですよ。いくらね視野が広いって言ってもさ、レベルが違うんだよね。相変わらずねこの漫画はめっちゃ面白い。24巻もねすごく楽しみにしております。はい、今度こちらでございます。ドン、カッコーですね。カッコー16巻、まあ、この巻はですね沖縄クライマックス編ってことで、沖縄でのね旅行が、まあ、旅行っていうか、まあ、旅行が終わって、まあ、東京に戻ってきたんですけども、なんとね行方不明っていうか存在してるか分かんなかった兄さんが登場したんだよね。おっぱいやばくね。いやー、でもこのおっぱいはたまらんな。はい、今度こちらですね。ドン、カイジ24億円脱出編ってことです。いやー、20何巻だ22巻ですね。カイジは有名ですよね。で、まあ、このシリーズはカイジたちがね、ギャンブルで24億円勝ちまして、24億円をね、提案から分取るんだけど、なんとねカイジたち指名手配されてまして、まあ、この22巻ではマリオっていう、ね、外国人がカイジたちの仲間にいて、そのマリオがねデパートでね捕まりそうになるんだよね、うん、でそこにカイジたちが登場してマリオにね作戦を与えていってみたいなっていう感じの巻になっているんだけども、人間の心理がすごく上手に描かれているんで、まあ見てるこっちもねすごくドキドキするし、すごくねスリリングな展開があってめちゃくちゃ楽しいんだけど、もうギャンブルとかはもう出てこないんだけどね。でもねドキドキするわ。捕まんのかな、どうなんのかなとか。いやー、カイジね、もう個人的にめちゃくちゃ好きなんよ。無事ねカイジたちが24億円持ってね脱出できるのかどうか、まあそういった内容になっているんですけども、めちゃくちゃいいよ。怪人。はい、今度こちらでございます。ドン、香る花は凛と咲く7巻でございます。高校生とか大学生ぐらいの子にめちゃくちゃハマる作品だと思います。はい、今度こちらでございます。ドン、ドキ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 しんどいっす。正直しんどい。馬娘マジ良かったわ。馬娘はね、なんといってもそのレースのシーンがめちゃくちゃ激アツでございまして、まあ、出てくるキャラクターにね一人一人物語があってね、まあ、一人一人ね負けられない戦いがあってね、まあ、そこがまたねレースをより熱く、ね、盛り上げてくれるんですけども、この10巻もねめちゃくちゃ良かった。次巻の11巻ではですね現役最強がね集まってレースするんでね、めちゃくちゃ楽しみにしております。はい、今度こちらでございます。ドン、戦隊大失格9巻でございますね。はい、今度こちらでございます。ドン、君が獣になる前に7巻でございます。まあ、この漫画は、まあ、タイムリープもののサスペンス漫画なんだけども、人って、ね、誰でも獣をね飼ってるよねって話。はい、表紙がやばいよ。何プレイよ。はい、今度こちらでございます。ドン、何度時を繰り返しても本能寺が燃えるんじゃが。はい、こちら9巻でございます。で、信長が本能寺で殺される予定だったんだけども、その時にね
タイムリープして、歴史をね変えていくっていうタイムリープものの物語となっております。はい、今度こちらでございます。ドン、往生際の意味を知れ、こちら7巻ですね。この漫画はですね、主人公の元カノが自分のねお母さんに復讐していくよって話なんだけども、とりあえずねこの漫画に出てくるキャラクターはぶっ飛んでるわ。今度こちらですね、ドン、はい、出ました、初めの一歩137巻。関数やばくない、いつ終わるんすか先生みたいな感じなんだけども、まあ、この漫画はねボクシング漫画のレジェンド的なね作品になっているんですが、まあ、この137巻ではついにね、フェザー級の世界タイトル戦でして、チャンピオンは絶対王者、もうね何十回も防衛してるリカルド・マルチネス、めちゃくちゃ強いんだよね。で対するは野生児のウォーリーと絶対王者のリカルド・マルチネス、世界タイトル戦なんだけども、ウォーリーのね身体能力えぐいわ。勝負が始まる前はぶっちゃけ絶対王者のリカルドが余裕で勝つよみたいな感じだったんだけど、ウォーリーのね予想不能な攻撃と身体能力にねチャンピオンがねめちゃくちゃ大苦戦するんだよね。挑戦者のウォーリーのペースになっていってみたいな感じなんだけども、この漫画はやっぱね試合の時が熱いよね。時間のね138巻、めちゃくちゃ気になるし、もう先生ねマジでお願い、初めの一歩いつ完結するんですかできればねもうそろそろお願いします本棚が入んないんじゃ。このまま連載続くとさ、マジで初めの一歩だらけになるんだよね。はい、今度がこちらですね、ドン、こちらね9巻ですね。今回も表紙かわいいちょっとだけ内容説明しますと、主人公がね京都大学目指しておりまして、ひょんなことから三姉妹が住んでるね神社に住むことになったんですね。で住み込みの条件として3人の中の誰かとね結婚して神社をねやってほしいと、そういったね内容のラブコメになっているんですけども、めちゃくちゃね今回も熱かった、まあ、主人公がさ別の世界線に行っちゃって続きがマジ気になる。本当にちょっと変わった神社をね舞台にしたラブコメなんですけども、結構ねタイムリープな要素とか、ちょっとね別の次元の世界に行ったりとか、まあ、そういった展開が結構ございまして、定番のラブコメとはちょっとね変わった要素が入っているんですけども、めちゃくちゃね展開が気になるんだよ。続きがね気になりすぎて、単行本がね出た時の楽しみが半端ない。この漫画の魅力は何と言ってもメインになるねヒロインが3人いて、3人それぞれでみんな可愛いんだよ。長女がね大学生のめちゃくちゃおっぱいでかい人、次女がツンデレで、三女が小悪魔なんだよ。俺はね前までは年上のおっぱいだったけど最近は小悪魔が好きかないや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 、お前のタイプとか聞いてへん本当ね、ラブコメ好きでまだ読んでない方にはねぜひ読んでほしい作品だと思います。はい、今度がね、3月後半ラストでございます。そちらがドン、幼稚園ウォーズ1巻でございます。これね今ね漫画好きでは多分話題になってる作品の一つだと思うんだけども、俺もちょっとね評判を聞いて速攻でね単行本をねピーちゃんにお願いしますお願いします、買ってください、幼稚園ウォーズ買ってくださいって言ってねそれで買ってもらったんですが、めちゃくちゃね評判通りクソ面白かった。これね多分来年あたり来るね。ちょっとね内容を説明しますと、元ね伝説の殺し屋が主人公なんだけども、捕まってね囚人になっていたんですけども、政府の極秘任務で1年間ねそのブラック幼稚園の子供たちを守ることができたら、まあ、自由の身になれるんだよね、うん、でそれで元殺し屋がねブラック幼稚園って幼稚園の先生をやっているんだけども、このブラック幼稚園政治家の息子だとか、あとはねクソ金持ちの息子だとか有名な人の子供たちが通ってんだよね、まあ、それでよく誘拐されたりとかそういう事件があったもんだから、元伝説のね殺し屋の
主人公が先生に抜擢されたんだけど、クソ面白いめちゃくちゃ面白いね。でこの主人公のね性格がね、なかなかサイコパスなんだよ。クソイケメン好きなんだけどすぐ殺しちゃうみたいなでね、めちゃくちゃ作画もね、めちゃくちゃ万人受けするような作画となっているんでね、とねまだ読んでない方はね、ぜひ見てみてください。はい、というわけでね、3月後半のね購入品漫画の紹介でございました。3月後半はねトータル15冊でございました。またね別の動画ではね熱帯魚飼育とかもやっていますんで、ぜひねそちらの方もねチェックの方よろしくお願いいたします。ではバイバイ。